はい、皆さんこんにちは、こうです。今日もね、料理作っていきたいなっていうふうに思うんですけど、今日はね、何食べたいかなと思って、いろいろ考えた時に、僕が大学時代によく作ってた、すっごい安いご飯があるんですよね。それをね、食べたいなと思って、今日はね、もう本当に、原価で言うとね、どれくらいだろう。僕ちょっと今回ね、レトルト的なものを作るんで、ちょっとお金高いんですけど、普通に作ったらね、多分、ご家庭とかって100円とか200円とかでできちゃうんじゃないかなっていうような料理をね、ちょっと作っていきたいなと思います。本物です、そう、今日は。さっき言ったレトルト商品っていうのはね、ご飯です。僕一人暮らしなんでね、ご飯炊くのめんどくさいんですよ。パパッとね、電子レンジチンして作れるご飯を今日は使いますんで、それがちょっと高いかなっていうぐらいです。普段料理する方とかだったら、ね、ほんと10分もあればパパッとできちゃうような丼物なんで、今日はそれを作っていきましょう。それでは、スタート。ピュン。今日ね、使っていく材料はこんな感じです。ご飯、しらす、ネギ、白だし、で、卵、で、ごま油と塩コショウね。もうこれはね、最後なんですけど、お醤油は最後に、目玉焼きにかけるようです。そう、今日作るのはね、ここで、この4つで、ご飯、しらす、ネギ、白だしで混ぜご飯作って、その上に目玉焼きを乗せて、完成。こんな感じです。めっちゃ簡単でしょ？まあでもね、こういうシンプルな食材がね、一番うまいんだよね。それではね、早速、まずはご飯をチンしていきます。これ、もう、一人暮らしの味方だよね、こういうの。ではね、まずこちらをチンします。はい、ね、ご飯が炊き上がりました。ほかほかのご飯です。これをね、まずはこういう容器に移していきます。もうね、簡単でいいです。もうね、一人暮らしで洗い物が増えるのが嫌な人とかは、この移す作業すらいらないね。よいしょ、ご飯を一粒残らず、移します。で、ここにご飯移し終わったら、しらす。これもね、コンビニで売ってます。でもね、結構どこにでも売ってるよね。これをね、もう全部入れちゃいます。で、こ次、ネギ。まあね、これはね、あってもなくてもいいです。僕はちょっと一応彩りが寂しいのでね、入れちゃいます。で、僕ネギ好きなんでね、何より。これが最後のポイント。白だしね。こういうのをね、ちょっと一回しかけてあげるとね、いいと思います。じゃあね、これかけていきます。OK。これかけてあげて、これをね、さっくり和えていきます。はい。これでね、混ぜご飯の完成。もうね、言いたいことはわかる。この時点でうまい。ではね、次、目玉焼き作っていきます。はい。それではね、次、目玉焼き作っていきます。まずね、フライパンに火をつけて、この上にごま油かけていきます。僕はちょっと多めの方が好きですけどね、ごま油は。まあ、これはお好みで。ごま油ってね、やっぱ香りがいいですもんね。で、ごま油の香りが立ってきたら、卵。入れちゃいます。でね、目玉焼きはね、もう最初はいじりません。ここでね、ふつふつなるまで。音がいいですね。でね、ここで塩と胡椒でざっと味付けしちゃいます。醤油は後でかけるんでね、そんなにかけなくても大丈夫です。で、最後胡椒、これはね、僕は結構多めにかけちゃいます。はい、でね、これでジュクジュクなってきて、白身がほとんど固まってきたら、少量のお水と、こういう蓋ですね。これで蒸し焼きにしていきます。火はね、ちょっと弱火にしましょう。ね、音がいいね。はい、でね、これで1分ぐらい今経ちました。見てみましょう。うん。めっちゃうまそうじゃない？でね、これを盛り付けていきます。はい、じゃあね、これ盛り付けていきます。よし。これでね、最後に上に、ここにもね、ネギちょっと彩りってことでね、ネギちょっとかけちゃいます。
あね、こちらで完成になります。それでは早速食べていきましょう。10食編へゴー。はい、それではね、食べていきたいと思います。ではね、早速いただきます。まずね、そのまま食べます。もうね、この段階で激しくうまい。やっぱね、白だしがすっごいいい働きをしてる。ではね、ちょっと黄身を割っていきます。待ってよ。うわ、これは絶対うまいよね。あとはね、もうこの上に醤油を。これでもう完成です。あとはかっこむだけ。もうね、本当に全てがいい働きしてる。ごま油も美味しいし、しらすも美味しいし、これが全部コンビニで揃うってでかいよね。スーパーとか行かなくても、コンビニで揃えても多分300円か400円で揃うからね。でね、やっぱ皆さんね、胡椒はね、たっぷり入れた方がいい、個人的にだけど。ね、なんかね、学生時代やっぱ思い出すね。本当金なかったからね、まあ今もお金ないんだけど、あの頃はさらにお金がなかったから。でもね、こういうの食べれるだけで全然人間幸せだもんね。ああ、ごちそうさまでした。ああ、うまい。本当にうまい。これでうまいって最高だね。今日うますぎてお茶飲むの忘れてたんで、今飲みます。やっぱお茶はね、多いお茶が一番美味しいね。まあね、本当にすっごい簡単に作れるんで、まあ皆さんね、ぜひ作ってみてください。特にね、お金のない学生やね、新社会人の皆さんとかはね、本当にいいかなと思います。ではね、今日は以上になります。皆さんまた次回お会いしましょう。バイバーイ。